私は空手を修行をしているチェ・ペダルと申します。シアのサタニだ。ここ二条道場は伝統ある立派な道場だと伺っております。どなた方お手合わせを願いませんでしょうか。道場の方針として外部の者とは試合を禁じておる。貴様が怪我でもしたら。私とお手合わせいただける方はこの防具を着用していれば怪我をする心配はございません。願い申している私は死んでも構いません。池袋の塩辺の嵐の分際で道場荒らしに来るとは。この生意気なやつの鼻をへし折ってやりましょう。よろしくお願い申し上げます。宮本武蔵のような道場破りをチェベダルごときの朝鮮人のガキにしてやられるとは。空手の世界で宮本武蔵みたいな男が出てきた。出てきた。現れましたから。そうそう。皆まで言うな、ね。日本武道会に挑戦状を叩きつけたあの男やろ。日本の正統派の空手なんか、うん、ダンスみたいなもんや。その点わしの空手は盆踊りやぞ。あれ、アホかお前は。どっちも踊りやないか。その男の名は大山増達。その男がわしの甥っ子じゃ。やめえ、ジュラオ。お前そればっかりやないか。いやほらばっかりやがって。大山に空手を教えたんが、うん、この私です。Thank you.
仕掛けるぞ。ペダルでしょ。痛い？いや。本当？本当に本当？痛くない。痛いのにどうして、どうして戦うの。全然痛くないってないよ。ほんとあのほんと痛くないって。また行ってしまうの？
誰もいてないな。おんね、誰？それがおりまんねや。誰がいてんねん。日本の武道会にただ一人だけ忘れてはならん男。誰よ？加藤七段。ああ、加藤七段な。日本のこれとの勝負がっちゅうあるわな。日本の武道会の名誉にかけて真っ赤です。最近の大山の行動についてどのようにお考えでしょうか。事実上彼の空手の前に全ての武術流派がやられたのをご存知でしょうか。彼が朝鮮人という理由だけで武道界から差別されているという話もありますが、武道には礼と節、決め事があり、武道とは哲学であり思想、人間のあらゆる断りである。朝鮮人の分際で武蔵の真似をし、日本武道会を地獄にまみれさせた大山のやつ。大山のは武術でも武芸でもなく、ましてや武道でもない。早く排除すべきだったな。では彼の空手は何とすればよろしいので。あれは空手ではなく単なる喧嘩技に過ぎん。大山は低俗な喧嘩屋に過ぎん。自分の最後を知れば自分がいかに卑賤な存在であったかを知るであろう。並んでください。ありがとうございます。ペタロ、大山さん、サインしてください。どうも、大山さん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 、並んでください、並んでください。失礼します。大山さん、大山さん、ペタロ、いいわ、これあるんだよ。君、運が良かったな。で、이번엔진짜로죽을뻔했대문제자스가
少し休ませた方がいいわ。ね、누군지얼굴은맞나네진짜유명해지긴했는갑네인자길가다칼까지남았고이따아이가니네하고비즈니스하나하자니도장하나처리줄게니잘한번해봐라수입은8대2대내8니2그렇게하는이야기대준비사와넌뭐가문제인데出てってください이것이는이거왜이카노달고리하나맨날달고리하나아담배요코아んた一体どういうつもり女将さんや旦那様がこのこと知ったら私のお客ですきちんともてなしてください情が移る前に整理するんだよそれがお前のためあの青年のためでもあるんだから忘れるんじゃないよ芸者は旦那があって初めて花が咲くんだからロジの入り口のところでなんだか変な人がこれを渡してくれと眠れないの？死について考えたことあるか？ううん、別に。戦いの前に身を清めるとき、たとえ死んでも死体は人前にみすぼらしくされてたくないと思うよ。戦いの末ボロボロになっても汚れた下着なんか絶対に見せたくない。それで何度も洗うんだ。真の勝負ならどうなろうと構わないと思ってても怖い。死ぬかと思うと戦って廃人になってこれっきり陽子に会えなくなると思うと陽子迎えが来たよ。
ごめん。今から出かけなきゃ。ごめん。いくら？あなたが傷つくのが死ぬよりも辛い人間がいたとしたらどうする？私は弱虫で怖い。あなたが死ぬんじゃないかって。本当に怖いんだから。あなたは朝鮮人で武道家、二つとも私には辛い。それでも私、芸者辞めようと思ったんだから。何も望まない。元気でこうしてそばにいてくれればいい。怪我しないで、苦しまないで、こうやって約束してよ。約束してよ。もうこれ以上戦わないって。お願い。お願い。お腹すいた？ちょっと待ってて。大山さん、電話です。もしもし、준배、어디야？
メダル。いってらっしゃい。배달아다음엔요거라가더라片方の差し金か俺の石だ
大山は会わないそうです。待っていると伝えていただけませんか。武道会の猛力した年寄り連中ならともかく、小便漏らし相手に龍馬までが刀を振り回すとはな。貴様が真に日本武道会を制覇するためには俺の存在が邪魔じゃないのか。俺とやるか。俺は戦わない。そのせいで人を殺した。それが貴様の弱さだ。いいか、全ての武道の究極の真理は勝利だ。貴様は出てきて俺と戦い、自分自身を証明してみせろ。自分自身を証明するのが貴様の業ならば、数百年の歴史を誇る日本武道会を守るのが俺の業だ。武蔵野で待つ。出ろ。聞こえんのか。釈放だ。正当防衛で無罪判決が出た。龍馬の串無罪だが、各界代表の諸君とともに、奴は最強でなく負け犬だということを証明してやる。それも奴の好む実戦でな。奴を公開処刑する。命を懸けて戦うというんだな。
お母さん。どちら様ですか。あなたのご主人を殺した大山です。人殺し、今度は母ちゃんを殺しに来たのか。私の道義です。もう武道は捨てます。クワとシャベルをください。力の限り働きます。お前らやるのか。父ちゃんのいねえお前に何ができんだよ。お前あの山のてっぺんに何があんのか知ってんのかよ。バーカ、お前はてっぺんに行ったことがないだろ。そうだよ、一人じゃ絶対に無理だ。俺たちは父ちゃんが連れてってくれんだよ。どうだよ、ほらなんか言えよ。出てらしいが、おい、かわいそうに。何？どこ行くの？
야! 나가 리오마 아들이가 네가 안 나서니까 그놈들이 별짓 다 하고 있다. 난 싸우지 않아. 니와 자꾸 도망을 실락하는 긴데 와 도망가려고 와! 니 진짜 모르겠나? 니가 할 일이 뭔지 진짜 모르겠냐고! 新聞記事をすべて読みました。すみません。いえ、新聞記事のたったの数行で真実を語りきれるはずもありません。時が過ぎれば人々の誤解も解けるでしょう。それよりもうちの智也に一つだけしていただきたいことが。どんな？智也のためにも立派な大人でいてください。それも日本で最も強い男として。そうしていただければ智也は父親がいなくとも立派な男として成長できるでしょう。おっしゃる意味がよく。行って彼らの挑戦に応じてください。必ず勝ってください。智也のためにも。あの子が目を覚ます前に出発なさってください。
待て。その程度か。夢を大きく描きすぎたようだな、小僧。貴様、超えるべき山の一つに過ぎん。死んだら死体は。どこだろうと。싸우는것이두렵다맞는것이두렵고지는것이두렵다싸우다죽는것보다불구나패인으로살아남을까봐더욱두렵다그럼에도나는매번새로운강적을찾아나선다
simple now.